皆さんこんにちは。はい、スマイルビジネス、今日からですね、いよいよ座談会ということで今日ゲストにお迎えいたしました、なんちゃって、評論家の山田久美さんでございます。主任解説委員じゃない、大切じゃないから、評論家というか今日座談会ですから、これがスマイルビジネス座談会ということで、山部赤彦さんにお見えいただきまして、はい、自己紹介をお願いします、はい、山部赤彦と申します。よろしくお願いいたします。普通ですね。普通の人です。普通。今までお送りしてました、こちらもうお持ちの方結構おいでになると思いますが、こちらのねスマイルビジネス裏はいいんですスマイルビジネスのこれをですね監修していただきました。中身の脳書きいろいろ作ったのはケビンですが、このきちっとした監修読めるものにしていただいたのは山部赤彦さんでございまして、苦労しました。はい、もう第2巻目書いてるんですが、第2章はですね、山部赤彦さん進めていただいておりませんのでね、ぜひ皆様、番組ご覧の皆さんもね、早く知ろうとかいう書いていただきますとありがたいなと思いますので、ぜひコメントいただければありがたい。そして、これご存知ですか？グッドボタン。グッドボタンをよろしく。そう、これバッドボタンですね。グッドボタンでケビンがハッピーになれますので、よろしくお願いします。この笑顔って、山部赤彦さん、笑顔得意ですか？練習しましたね。笑顔の、はい、笑顔って意外とあれですよ、皆さんできるようでできないですよね。できないんですよ。できないですよね、うん、ヘラヘラと笑顔は違いますよね、うん、違いますね、ええ、割と口角を上げるのが難しくなってきたので、それは年齢的問題だと思います ね。それは口角はね、笑顔ができない理由の一番って山部赤彦さんは何でしょうかね。目が暗いんですね。私は寝やかよと思ってるんですけど、キャピキャピ騒いでるバカとネクラは違うんですよね。先ほど何にも考えてない。そうニヤニヤとかニタニタとか、ただねそういうものじゃなくて、きちっとした笑顔でっていうね、笑顔がなかなかできない、暗いとできないんですね。でもそのネクラって、こうやったんですけど、どんな人がネクラかということで、今日はこの初めてのお話をさせていただきたいと思いますが、ネクラって何だと思います？うん、まあ、ここにもありましたけど、うん、思い込みとか思惑とか先入観とかそういうのにとらわれちゃってて、うん、まあ、結論から言うと、うん、自己肯定能力があまりない人、はい、自他の、うん、その、なんて言うんだろう、区分けがうまくできてない、うん、どうしても暗いとね、うん、自分のことしか考えてないとどんどん暗くなれるんですよね。そうですね。ね、気をつけなきゃ、思惑が多いですよね、うん、イラつきはネクラなんでしょうね、うん、イラつき防ぐ方法知ってます？これですよ。イライラこういうふうにやってみてください。これ収まりますよ。ほら、なんか楽しくハッピー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 になるんです。ほら、こうなるとどっかの国が、はい、こういうのありますね。こういうのありますしね。これもありますしね。こんなのもありますしね。だからそんなことでね、明るく楽しくですね。幸せ来ないんですよね、いくらはね。来ませんね。来ないよね。なんかね、本当にね、暗い人多くてね。そう。なんか二言目にどうせっていう。どうせね、うん、あ、なるほどね、どうせで、どうせと思ってるのに、その自分通りの思惑に行かないと人を責めたくなる。なるほど、ね、どうせってのは男と男、女と女ですか？あ、違いますね。あ、違うですね。そっちのどうせじゃないですかね。はい、ということで、このような形で座談会を進めていきたいなと考えておりますね。皆様ぜひよろしくお願いしたいと思います。では1回目の座談会これで終わりにさせていただきました。ありがとうございました。いいのかこれで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。また。